とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日はですね、妖怪学園の新しい情報が出てたので、見ていきましょう。ダウンロードコンテンツ第2弾、大宇宙決戦、ランデブー。まあ、予定としましては、11月から12月頃、配信予定となってるね。まあ、アニメの関係があると思うけども、おそらく11月後半じゃないかな。12月ってなってるから、まあ12月の可能性もあるんだけども、わかりませんね。まあとりあえず見ていきましょう。キラボシラビリンスなどの新ダンジョンや、アースウォーカーノア、ティーダインなどの新ヒーローを含むストーリーが追加予定。まあ追加されるということですね。では、ポイント1からポイント4まで出てます。1から順に見ていきましょう。それでは、ポイント1。新ダンジョンや新ストーリーが追加。新ダンジョン、きらぼしラビリンスが追加されます。写真を見たところ、ここは、キャンプサイトの上のところだね。そこがきらぼしラビリンスになるということだね。で、戦闘シーンの写真を見ると、敵のレベルは240。うん、ヒーローも250前後となってます。え？ここはあれだね、予定されてる超高難易度ではなさそうだな。うん。おそらくだけども、天を貫くと、あそことそこまで難易度は変わらない場所でしょう。あそこもノーマルはこれぐらいだと思うから、レベル5区になると、まあ、敵が600ぐらいになるのではないでしょうか。まあ、これを見る限り、レベル上限の解放っていうのはないかな。うん、今のまんま600が最大という風になるのでしょうか。そして、エルゼメキアの変身した姿、ゾディアライアが出てくる。ということだね。戦うときに、エルゼシャドーマンを倒しながら攻撃しようと。まあ、ちょっと、戦い方が特殊なんだろうね。周りのシャドウを倒しきらないとダメージが入らないとか。まあ、そういう戦いになると思うんだけども。まあ、ちょっと楽しみにしておきます。どうだ？今回で、仲間になるか。いや、無理か。次かな。うん、次かもしんないね。はい。まあ、とりあえず今回では、ゾディアライア、戦うみたいだ。そして、ついに、マゼラ率いる宇宙人が地球に襲来。今まで準備してきた秘策も破られ大ピンチ。その時、ついにあの妖怪が完全復活し、姿を現す。エンマ大理事長。大は漢字でいいと思うんだけどな。いいと思うけど。まあ、エンマが、ついに、復活。ということだね。うん。まあ、エマと、分離するのかな？で、マゼラ様も出てくる、ということですね。首が長え。マゼラ様はあれだね。宇宙人ではないらしいね。妖怪なのか？妖怪なんだろうね。続いて、ポイント2。新妖怪ヒーローも続々追加。まあ、アニメで今出てます、ティーライン。そして、アースウォーカーノア。どれぐらい強くなるんだろう？アースウォーカーノア。まあ、相当強くなるんでしょう。そして、モモンガーレディ。こいつも出てきたね。そして、ディープシャドウゾディアック。出てきます。なんで、この4人だけ？他のさ、キャラクターも、ちょっと変身させてやればいいと思うんだけども、まあ、俺としてはちょっと残念かな。そして、さらに、他にもジンペイが変身する、新妖怪ヒーローも登場するぞ。ジンペイがまた変身しちゃう。何に変身するんだろうね。え？わかんない。わかんないけど、まあ、ジバニャンみたいなやつになったりとか？わからないね。まあ、それも楽しみにしておきましょう。
続いてポイント3、新マルチミッションが登場。みんなで協力して炎を大きくしよう。キャンプファイヤー、まあキャンプファイヤーっていう話は出てたけども、どういうやつかっていうのが公表されたね。キャンプファイヤーっていうのは、みんなで薪を入れて炎を大きくするらしいのよ。時間内にもうとにかく大きくする。で、その炎の大きさによってボスが変わるみたいですね。写真では赤鬼が出てるんだけども、まあ赤鬼は多分最低ラインだと思う。一番下。まあこれが、炎が大きくなるにつれて、青鬼、黒鬼、まあ山吹とかプラチナも出るのかな。まあ最大まですると、なんだろう。空泣きとか、いや空泣きは出ないか。空泣きは出ねえだろう。でもまあとにかく火を大きくすると敵も強くなって報酬も多くなるっていうことなんで、まあこれは盛り上がるミッションになるのではないかな。そしてポイント4、最後だけどもこれがね結構俺は楽しそう。覚醒変化武器が新登場。激しいバトルもこれで打ち勝てとなってます。覚醒変化武器はメダルが素材となって妖怪ヒーローが持つ武器の一種類となります。攻撃の軌跡や弾の色が変わって強力なスキルでさらにパワーアップとなってるね。まあ今までがドロップ品の、武器ばっかりだったけども、これが、自分でね作れるようになるっぽいのよ。まあゴロミとか、ブルポンとかそういうのが変化するみたいだから、まあ今までほぼほぼ使わなかった、ゴロミブルポンの妖怪メダルか召喚メダル、あれを使えるようになるんだろうな。まあ多分そのキャラクターだけじゃなくってボスのメダルを素材にしたりもすると思うけども、まあこれは楽しみです。はい、それでは今日はですね、ダウンロードコンテンツ第2弾、大宇宙決戦ランデブー、これの新しい情報を見ていきました。まあアップデートは11月から12月頃配信予定となっているので、まあまだ未定だけども早く来てほしいね。できれば11月中には来てほしいと思っております。ぜひよろしくお願いしますよ。はい、ではですね、またゲームプレイなどやっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。